ポーランドの最大領域イディッシュ文化は、ドイツ以外のドイツ語圏の方言である、イディッシュ語を母語とする人をはじめとする、アシュケナージ系ユダヤ人の文化、文学、音楽、演劇などを含む、現在、イディッシュ文化の中心は、アメリカ合衆国、イスラエル南アフリカなどに移っている、西方ユダヤ人、同化ユダヤ人、回収者を含むウィーン学派、ブダペスト学派、プラハのカフェ文化、 ウィーン文化、世紀末文化、青年ウィーンなどはもはや、東欧系ユダヤ人のイディッシュ文化とは言えないが、地域的、時代的に重なり、総合影響が全くなかったわけではないと考えられる。拡大すると、アシケナジムの文化全てを紹介することになりかねないので、本校では、イディッシュ語によるユダヤ性を持った文化を中心に述べる。英語版の、リスト・オブ・オーストリアン・ジューズなども参照。 西欧、東欧社会における、ユダヤ人の貢献。所詮は、ユダヤ人、アシュケナージも参照。カテゴリー、ジディシャリトラトゥーア、イディッシュ、イディッシュリテラチュアイディッシュライターズ、11種フィルムシアターも参照ロシア文学も3章、参照ヘブライ語文学イスラエル文学。カテゴリー、イスラエリーライターズカテゴリー、モダンヒーブルライターズ、リストオブヒーブルランゲージオーサーズ。 リストオブヒーブルランゲージポエツ EN、リストオブヒーブルランゲージプラライツ参照外ブリンク、編集上日のイディッシュ文学と連動していると考えられる。カテゴリー、11種フィルムシアターも参照、ユダヤ劇場あるいは、イディッシュ劇場のある、都市製法イディッシュ語劇場の中には、キリスト教徒もいたビルナ、ウッチワルシャワクラクフレンベルクやシブクレシュティ、国立ユダヤ劇場ステート11種シアター、 ブカレストイディッシュスタジオ劇場、ブーカレストイディッシュスタジオシアターブダペシュと設立、ウィーンバーデンテルアビブヘブライ語劇団、ハビマーハビマシアターもある、ニューヨークヒーブルーアクターズユニオンヒーブルーアクターズ、ユニオン俳優、作家、編集映画、俳優主な作品、編集家のガイブリンクは、ムジカーシュによるマラムレシュ及び、トランシルバニアのユダヤ音楽の復刻版 CD である。音楽には、 ハンガリー的、ルーマニア的要素がふんだんに取り込まれている。ユダヤ人は、こうして、地元の文化を積極的に活用し、どうか、共存していたのである。このように、モルダビア民謡や時に、チャーン号の旋律とも共通点のあるような旋律が、ハシットの踊りに用いられた。ロシア人のオルシャネツキー・オルシャネッキー作詞、ハンガリー人のヤコプス、ジェイコブス作曲 LW ・ポラック作詞&、 ジャック・イ・エレン作曲参考イリッシュ語の歌イスラエルの国歌ハーティクアーはベッサラビアとガリチア出身の二人が作詞作曲に関わりモルダビア民謡の旋律が基礎に用いられたというこのようなポトカルパチアの風土の中からシオニズムの参加も生まれていったと見ることもできる関連項目編集例えばウィーンにももともと東方ユダヤ人の家系のものが多いビルンバウム、ブーバー ヘルツル、ノルダウなどである、ありがとうございます。